串がない。おはようございます。いがんでる？おはよう、おはよう、やっほー、おはようございます。今日は朝配信、そう、今日は朝配信します。今日はね、夜ができないから、夜ができないからさ、多分できない、多分できないから多分ね、できないから、やっほー。あ、ゆうじさんありがとうございます。イエイ今日何すん？今日はお仕事です。おはー。いや、ゲリラ多分今日ないかも。わからん、どうだろう、わからん。好きです。ありがとう君好きだね、君好き。花金だ、花金。あ、ティカさん、リタさん、ありがとうございます。頑張るぞ、頑張るぞ。しのちさんありがとうございます。ワンジャラモンスターさんもありがとうございます。これ前髪がほぼ分かれるんです。あ、ちょ今日金曜日、いいね。金曜日は、金曜日の朝は静かですね。岡山県田舎だからかな。泣きんだね。おはようございます。ブロンコさんありがとうございます。もうすぐ握手会もあるし楽しみだね。メンバーの反応、うん、めっちゃ楽しみじゃないめっちゃ楽しみじゃない。だって知ってる人いるし、前髪のメイクバッチリ。そう、もうね、広島行くからね。まだだけど、まだ行かないけど、広島で行くからさ。はよ、りんたろさんありがとうございます。えい、お、にっくんもありがとう。夜配信今日やろうとは思ったんだけど、ちょっと、できないかも。ねね、花金がさ、カノンちゃんって見えるカノン、カノンって見える。なんでだろう、花って書いてるからかな。あ、リンタロさんありがとうございます。花金、花金、花金、スガ金。うん、カノン、カノンに見えるカノン、カノンに見える。おはよう。てっちゃんぴさんとタイガーマスクさんありがとうございます。わあ、ここに置いてる。クリちゃんは、クリふててんちゃん、ちょっと見た。うん、朝ごはん、朝ごはん食べる。やばい、こぼれる味噌汁が。怖いえごはん食べるよ。クリ
ちゃん、こんかった。くりちゃん、黄昏れてるんだって、朝から。変な犬。くりちゃん、朝から黄昏れてるみたい。箸一本しかないんだけど。あ、あった。黄昏れてるわ、犬。犬じゃない、くりちゃん。くりちゃん。おはよう。痩せた？わかんない、痩せてる？休みはいつまで？先は今日まで。メンバーそれぞれ違う気がする。ん？今日からお仕事。雑煮、うんうん、味噌汁玉ねぎ食べてくれますか？メロンヘロで、実家の味噌汁めっちゃ好きで、普段レトルトだから、レトルトっていうか、うん、レトルトだから、うん、実家の味噌汁がめっちゃ好きなんですよ。人参入ってない。あ、インスタント、インスタントだから。人参に味噌汁なんて入れたらもう先怒るよ、激怒。玉ねぎ好き？美味しいよ、玉ねぎ。ネギ子ちゃん、激怒する。人参なんか入れたらもう激怒する。玉ねぎです。あれ、もうない、玉ねぎなくなった。みゆみゆがいないです。いたー、みゆみゆ、みゆみゆがもう消えました。いません。みゆみゆはもういませんくなりました。みゆみゆ食べちゃった、おいしい。ドカキもういませんよ、私のお腹の中で泳いでます、味噌汁とともに。あ、おとついね、餅食べました。お餅食べましたよ、お餅、きなこ餅食べました。美味しかった。お雑煮じゃなくてきなこ餅。パンと味噌汁、そうパンと味噌汁です。組み合わせ編、変？パンに味噌汁って変？変？変かな。パンに味噌汁って変？変？変かな。確かにパンってでも用って用？味噌汁は和か。ルーシー美味しいよ、ルーシー。味噌汁にご飯でしょ、確かに。でもね、さっきんちね、ご飯出ないんですよ。みんなご飯嫌い、嫌いっていうかあんま食べなくて。米粒でしょ、米粒あんまり誰も食べないんですよ、家族全員。さっきもあんま食べないし、ママもパパも食べない。
みんな食べない。ルーシールーシー、みんなルーシー。日本人は米。伊佐崎日本人じゃないかもしれん。ポルトガル人ぐらいかもしれん。そうだけんね、お米はあるんですよ。あるけど気が向いた時に食べるみたい。ユスティユのお米どっかあったんだけどね。ないね。マジあんまり食べない。でも新潟のお米食べたことあるよ。美味しかった。うまい、うまいです。うまい。岡山県はコシヒカリ多分。洗うのが面倒なのっていうか、お米ってカロリー高くないですか。まあパンにバター塗ってるやつが、パンにバター塗って食べてるやつが言う言葉じゃないんですけど、お米ってめっちゃカロリー高くないですか。なぜ入院してたの。お腹のね、なんか下ら辺切ったんですよ。パン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 。夜は何食べてるの。4日連続おせち料理4日連続おせち料理と数の子、数の子食べてます。夜ご飯最近おにぎりは食べるだけ、白米だけだと食べれないんですよ。わかる？なんか美味しいんですよ。美味しいんですけど、白米だけ食べると食べれない。わかる？昆布とかあればいいの？昆布とかふりかけとかがあったらいいんだけど、白ご飯だけは食べれない。なんかわからんけど味なくない？髪伸びたよ。伸びた。ここまで切りたい。髪切りたい。そう。だけど白米選手権みたいなのがあっても多分先ドベ。ドベです。OK、みんな白米選手権期待しないでね。そんなんないけど。そんなんないけど。長谷さっきね、お茶漬けも食べれないんですよ。さっきなんかお茶漬け好きの人っています。みんな好きか。明けおめです。お茶漬け好きな人いる。だよね。今日お茶漬け食べれないんですよ。食べたことあるんですけど、なんか別に、お茶漬け好きじゃないんですよ。さっきべちゃべちゃのご飯が好きじゃないんですよね。まあ、パッサパサのチャーハンみたいなご飯が好きで、なんか嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃなくて食べれないんですよ。ちょっとパサパサご飯が好きなんですよ。パサパサが。いけんね、体調悪くなったらね、おかゆじゃなく、さっきおかゆも食べれないんです。おかゆとお茶漬けって違う食べ物？ん？おかゆは何？おかゆが、おかゆだ。おかゆ無理。おかゆだ。雑炊じゃなくてなんだっけ、お茶漬けじゃなくておかゆだ。おかゆが食べれない。おかゆはマジでダメだ。おかゆはやばいよ。おかゆあんまり好きじゃない。おかゆだ。お茶漬けじゃない。お茶漬けってお茶入れるやつか。お茶漬けは食べれるわ。おかゆ、おかゆよ。おかゆあんま好きじゃない。
おかゆ、あの芋っすで食べたんですよ。人生で初めておかゆっていうものを食べた時に何これみたいなそう、何歳だ、16歳で初めておかゆ食べたんですよ。えみたいな、何この味のベチャベチャご飯みたいな、やばかったな芋すん時先。でも残さず食べたけど、お腹空きすぎて、あの滝修行の時に何も食べずに生活してたんですよ2日間で。最後の日になんかおかゆ出されたんですけど、食べたくなかった。でも美味しかった、あの時は、あのお腹空きすぎて美味しかった。味付けしたらそこそこ食べれる、まあ、確かに昆布あったしね、その時昆布と梅干しとたくあんがあったからね、食べれた。胃に優しい、確かにそれはそうだけど、さっき炊き込みご飯の方が好き炊き込みご飯の方が。クイちゃんが怒ってます。炊き込みご飯の方が好き。うん、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 ふいちゃん、ふいちゃん、配信映って一回だけ、うん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 、うわごめん、かわいい、うん、クリちゃんです、おとなしくないよね、うん、人形さんみたいね、うん、トイプードルです、女の子ですよ、ふいちゃん、あーかわいいですねふいちゃんこっちこっち、ここここ、ふいちゃん、あ、かわいいね、うわー、かわいい、おとなしくないよ。私と一緒でカメラの前ではおとなしい。ああ、ういこちょかわいいね、かわいい、クリちゃん唐揚げみたいにかわいい。唐揚げですか、うん、そうです。うわベロで舐めんの、舐めない。クリちゃんヨーグルト食べた、ワン、唐揚げみたい、ふいちゃん唐揚げみたいだよ、君唐揚げ並みに可愛いよ。そういえばさ、ツーショット撮ってなくない、クリちゃん、わっ唐揚げみたい、クリちゃん唐揚げみたいだね、可愛い。あんまりさっきのこと好きじゃないんですよこの子、うん、ほらあんまり好きじゃない、さっきのことあんまり好きじゃないんですよ、からあげちゃんからあげちゃん、かわいいね。ふいちゃん何しに来たの、何もしに来てないみたい、ご飯を狙いに来たのかも。からあげちゃん、ワン、ほら、うん、かわいい。クリちゃんさ、クリちゃんがちっちゃい頃君唐揚げだったんだよ唐揚げにすればよかったね、名前唐揚げだったんだよ、お名前は、君は唐揚げだったんだよ、元祖唐揚げだったんだからね。クリちゃんは女の子です、ちゃんです、ちゃん、あーかわいい、
ふーちゃん、ここここ、ここ見て、これ、これこれ、みんなが見てるよ、唐揚げちゃん。ねえ、くりちゃん最近ね、このここら辺の匂いがなんか初めて先んち来た時の匂いがするんですよ。どうしてだろう。唐揚げ、くりちゃん、うん、ふいちゃんと触られるのがあんまり嫌い、好きじゃないんですけど。あー、かわいいね。かわねー、くりちゃん。ふわっ、ダンボ、うん、ふいちゃん、かわいい。こう、そう、ここの毛だけストレートなんで、いや、ストレートでもないけど、まあ、ストレート、かわいいね、くりちゃん。あんまりさっきのこと好きじゃないもんね。あと手がね、かわいいんですよ。手羽先みたいで、かわいい、かわいいね、手羽先の手、かわいい。ほら、手羽先みたい。この指んとこだけね、毛がないんです。かわいいね、くりちゃん、手羽先と唐揚げみたい。食べ物って言うな、ね、ごめんね。いいよ、くいちゃん、もういいよ、行く、もうどっか、ごめん、飼い主がこんなんやか。あ、待って、くしゃり、危ない危ない危ない。あ、ちょっと今ベッド散らかってるから、くいちゃん歩くとこがないかも。何、あー、座ってる、かわいいね。じゃあちょっと、ちょっと見えるぐらいのとこにしたら、かもっとかわいい。くり、かわいい。君わかってるね、君わかってるね。映るところにちゃんと映っとるね、かわいいね。あ、あー、降りる、危ない危ない危ない、今、はいはい、どうぞ。それサンタさん、それサンタさんよ、サンタ、うん、バイバイ。くーちゃんどこ行ってた。あー、出れない出れない、今度は出れない、もう開けてよ、はい、脱出成功、逃げた、逃げちゃった。吠えないの、吠えるよ、吠えるけど、そんなに日常的には吠えない。あー、吠える、先にだけ。クリちゃんは、クリちゃんは5歳？ん？ 4 歳？わかんない、忘れちゃう、何歳かな。どっかけ？いってらっしゃい。うん、何歳？栗ちゃんは4歳。ちゃんは4歳です。うん、可愛かったっしょ。スタジオ？じゃあ STU の公演、広島公演ありますか。1月5と12と13だった気がする。他あったかな、わかんない。STU の公演はそのぐらいだったと思う。先が出るのは12と13の夜、昼夜どっちも出る。あれ？明日多分公演あった気がする。あ、明日だ、公演あるんじゃない。あれ？なかったっけ、あれ？公演なかったっけ明日って。当てるよね、当てる当てる。明日は多分昼か夜ぐらいしかなかった気がする。どうだっけ、忘れた。
明日公演、みんな行け行け。明日はでもなんか先は出ない。パーッと弾けたいの。今日はない。今日はね、あのね、撮影なんですよ。今日は撮影で、さあ撮影なんだ。あらら、そう。岡山の特産物ってなんだ？桃とマスカットとマンマカリ。変な音した今。変な音した。そう、今日は撮影に行ってきます。何の撮影だろう。さっきもわからないんですよね。何の撮影だろうね。さっきもわかんないんですよ。何だろう。マジで何だろうって感じ。何の撮影だろうね、ほんと分かんない。先も何だろう、グラビアかな。うん、どこで撮影。うん、一旦広島には行くけど、そっからが分かんないや。明けましておめでとうございます。はじめまして。はじめまして。釣りの撮影。うん、アーシャじゃない？知らない。分かんない。なんだろうね。分かりません。菅原、わからぬ。あ、さっきあれ買わなきゃ。出てた。コーロ。STU のやつ。メンバーガイド。袖が変わっとる。そう。未来コーロ。それ買わんといけん。忘れとった。それ買おう。買いに行こう。どこに売ってんの？どこに売ってんだってなぜメンバーが来よんって感じやけど。最近釣りしてる？昨日行ってきたけどゼロだった。未来航路、これ買わんと。どこに売ってるとかって言ってるけど、公園で売ってるんだ。見たいんだよね、自分のやつ。自分かよ。わあ、バナナ。買わなきゃね。だってあ、もらえんのかな。もらってないんだよね。もらってない。メンバーはもらえないの。もらってない。でも明日から置くんじゃない。でもメンバーん、未来航路いいなぁ。時も欲しい。あれくれるかな。痛い。なんかマジで人の中みんな持ってんの？まだか。持ってたら今頃見たよとかって言うか。公園の分パクるの得意だからね。でも早く実物が見たいね。公園で買った？もう本あるの？あ、そっか。25か26ぐらいに売ってんのかも、あれ。ハケも欲しい。
買いに行こうかな。何食べてるの？わっ、ヨーグルトヨーグルト、ヨーグルトです。朝はヨーグルト。物販開始10分以内には売り切れる。え、そうなの？嬉しい。そうなんだ。オイコスってさ、いや、あの普通に味のない、あの味のないやつ、砂糖も入ってないやつの砂糖入れたバージョン。砂糖入れてる自分で。シャシャシャ。あ、そうなんだ。なんだろうね。オイコス？オイコス美味しいよね。オイコスマジ美味しい。入っとるやん。入ってる入ってる入ってるよ。ちょっと薬飲むね。ちょっと薬飲むわ。痛み止めとなんかよくわからんやつ。お菓子じゃないからね、これラムネじゃないからねラムネじゃないよ。痛み止め。お菓子じゃないからね。お菓子食べるときは食べるって言うからね言うからね。初見です。広島、はじめまして、菅原です。リップ塗るわ。心の痛み止めが欲しい時ない？あるよ、しょっちゅうだ。しょっちゅう心の痛み止めは欲しいよ。今とかね。わあ。明日大阪移動？いや知らないんですよね。多分そうなんじゃない。わかんない。どうなんだろう。みんな大阪の握手会来てね。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 待ってるよ。おめ。あ、そう。ポテトヘッドさん見たよ。また話すね。大阪です。大阪。大阪だよ。大阪。おしましで握手する。握手、握手。握手会おしましで来る？できる？わかんない。どうやって見るの？まあ、もう出た？公式で。わかんない。できるんじゃない？ん？どうやって見るの？何部から？ 3部の大阪でも。レーンとかまだわかんないね。どうやって見るの？どうやって見るの？2曲目大阪感謝枠出てるよ。あー、そっちはね、出てるね。ありがとうございます。明日はどんな服なの？明日？明
明日なんかあるっけ。どんな服だろう、わかんない。あ、握手会の服が決めなきゃいけない、忘れてた。握手会の服決めなきゃ、そうだった。当日券売ってくれるなら行くわ。売ってくれるよ。2月16日も大阪だった。あ、STU の方ね、ありがとうございます。面白い T シャツでいいんじゃね。やだ、やなかった。握手会は私服ですね。何着よう、何着ようかな。うーん、何がいいかな。なんか服あったっけ。まともな服持ってないからねとか言って言ったらちょっとあれだけど、あー、着物自分で着れないもん。あれでしょ、袖ぶりじゃなくてなんだっけ、そぶりじゃなくて身ぶり手ぶりじゃなくてなんだっけ、振り袖、振り袖でしょ。振り袖ね、自分で着れないもんだって。ママとかおばあちゃんがいないと無理やもん。振り袖、それあげました、おめでとうございます。ファジのパーカー、あー確かに。でもなんかあるっけ、週刊とかね。さっき初売り行ってないんだよね。初売り行ってなくって、行きたかったんだけどな。門松かす、おい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 、前髪切ったよ。まさにフリー袖なんだそれ。うん、なんかないかな。私服持ってたっけ。あ、持ってるけど何着てるかな。なんかお正月っぽいのがいいよね、なんか普通の着るより。でもお正月のもんないんだよね。アマゾンで買うしかアマゾンでなんか買うしかないか。なんかあるかな、アマゾンで。アマゾンで調べるしかないか。みこさん、そんなの似合わない。お正月そんなの似合わない。間に合わん、嘘、マジ。どうすればいい。じゃあ鏡餅にでもなろうかな。あ、これがいいんじゃない。獅子舞、獅子舞だと似合うよ多分。これでいいじゃん、これでいいじゃん。ちょ、顔隠すわ。あ、顔、どうやって隠すの。これでいいじゃん。あ、ちょっと待って、これでいいじゃん。あ、ドンキ行けばいいのか。今日お仕事終わったら行こっかな。これでいいじゃん、今の良くない。どうどうかしら、どうかな。どう、目立てるよ。イノシシになればいいんだね。あの、そんなになんかもうがっつり今さっきのみたいにさ、なんか赤と白とかで分けるんじゃなくて、イノシシになればいいんだ。そうだ、なんかここに角を生やせばいいんだよ。そうそう、お正月っぽくてよきよ。ほんと細かいな、細かいな。なんかないかな。え、今の良かったよね、紅白。どう、どう思う。イノシシになればいいんだ。じゃあイノシシ、どう、イノシシになることは。鏡餅、あ、あった、さっき。でもなんか赤ちゃんみたいな子が着てたから、さっきは着れない気がする。昨日瀬戸足取ってよ。お、ありがとうございます。前髪、前髪だよ。耳だけつければいいんじゃない。耳つけたらもう完璧っしょ。イノシシになろうかな。でもね、この間さ、イノシシの100均に行って、イノシシの耳を買おうと思ったんですよ。なくて、なんか薬が喉で詰まってる気がする。多分ね。わあ、ハートありがとうございます。ハート、ハート、ハート、ハート
とありがとうございます。前髪ありがとう。イノシシメイク何それ。ここ茶色にこうやってやるやつや。茶色にこの辺こうやって豚バナや。豚バナこういちゃくちゃんちゃん。でもやってみたいけどね。やりたい。そんなのいいね。ふくちゃんがね、ママかパパになんか作ってもらってたでしょ。イノシシの耳と鼻がついたやつ確か。牙かチョークでイノシメ。チョーク難しいな。お腹いっぱい。鼻のこう不細眼。牙も欲しい確かに。うんって言ったらいいよね。イノシシ難しそう。鏡餅になった方が簡単な気がする。ふくちゃんネギコス確かに。なんだっけあれ、なんかでやってたよね。女子高生コスプレ。待って、コスプレも何も先まだ現代じゃねえ。何かな。現役高校生ですよ。今高校生だよ。制服ないけどね。元気だよ。元気。ゾウニのコスプレ。どこだよこの顔の部分。卵か何か。かわいいのにしよう。確かにイノシシリアルだったらちょっと嫌じゃない。ちょっと嫌じゃない。イノシシリアルなやつだったら嫌じゃない。現役だよ。現役の高校生だよまだ私。高校生。高校生どこへだって連れ出して、強い日差しを浴びたり。かゆい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 、目かゆい。はい。トゥ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 。クリちゃん、あークリちゃんお正月っぽいこと全くしてないよ今年ね。ウシトラウタツミウマ羊馬羊んねウシトラウタツミウマ羊サルトリ犬イ犬だから去年もしてないや。犬だから去年も何にもしてなかったら今年も何にもしてないわ。お仕事バイチャー。みんなお仕事今日。そっか、え、みんな金曜日からお仕事なの。なんかさ、さっき小学校の時ずっと思ってたんだけどね、なんか水木休みで金曜日に終業式があって土日から冬休みっていうのなかった？十二支言えるよ。言える。なんか思わんかった。なんかさ一日だけ休みみたいな、金曜日無駄に学校行かんといけみたいな、なかった？二日から部活。ひー、部活？もう始まってるってこと？やばいね。なんか水木休み金学校土日休みみたいな、もう変なさ、なんか金曜日だけ学校行かすみたいな制度やめてほしい。もうないけどね、今の先にはもうないけどさ、もうやめてほしい。マジでそういうなんか金曜日だけ行かなきゃいけないみたいなやつやめてくださいって思ってた。校長先生休みにしようって言いに行ってたもん。休みにしませんか金曜日とかって。いや違うよ、行ってるんだけど学校ないんだよ。ないのだよ私。あんまり学校が、年明け学校あるよ。もうすぐ明後日じゃね、間違えた、来週の今日はありますよ。そう、校長先生もな、こんなね、こんな生徒がいるからね、学校困ってると思ったよ。困ってたと思うよ。ん？うん、学校生活。
土曜日が学校っていう、ああそう土曜日学校とかあった、もう最悪、休ませてって感じ早く休ませてって感じ。花金花金、今日はみんな花金だよ。来年の年号、来年っていうかもう今日来年なんだけど、今日が来年なんだけどさ、4月1日から年号変わるみたいな。ね、何になるんだろう。何になるんだろうね。もう決まってんのあれ。まだよね。花金の意味知ってるよ。金曜日はパラダイスみたいな。なんか、そんな感じ。4月1日に発表なんだ。1月1日にすればよかったのに。菅原元年、菅原元年、そりゃそうよ、もう菅原元年に決まってるじゃん。多忙よ、多忙よ、あ多忙よ。菅原だったらもう笑うよねないよ。なんなんだろうね。未来とかじゃない、来世とか、来世元年。え、でもありえるなら、や安いって字入りそうじゃない。あ、でもなんだっけ、明治が MS 使えないから昭和、平成は H だっけ、あれ昭和が H だっけ、あれ私何 S だっけ H だっけ、ん分からんね、忘れたね。一番こっちにあるやつあ、ほらほらほら、MTSH や。じゃあさっき H だ。やけん S だから菅原使えないや。っていうことはかぶっちゃいけんなんでしょ。じゃあ安いっていう字に、安いっていう字ありそうだよね。ほら絶対使うよ。安いっていう字に早いとか、安早元年安早元年どう、安早元年、囲碁元年カタカナのだけに愛が来そう。え、確かに分かるかも。あ、愛が来そう、確かに。あ、そうかもしんない。何かくか、でも安いは来そうだよね。安い、安き、安い、安い日記の木で安き。もう誰の、誰かの名前ですかって感じ誰かの名前ですかって感じ。安いとかっていう字はなんかあれよね、なんか来そうじゃない。今年は STU の年になればいいね。みんな大吉だったから、ほぼみんな大吉。なんか STU すごくない、みんな大吉、あゆみ以外あゆみだっけ、あゆみとマイハ以外、あーありちゃいもか、みんななんか大吉だった気がする。さきとかのんちゃんと、さっきが知ってる中でさっきかのんちゃん、あーちゃん、ふーちゃん、こっこ、あ、5人しかおらんかった5人しかいなかった。ひなちゃんも吉、あら、みんなどうした、どうしたどうしただね。まゆは小吉、まゆは小吉、みゆみゆ末吉、あれ5人だったわ5人だった。でも5人いるから強いよ STU は。大吉少なかったね大吉少ない。でもあ、みちょも大吉、そう6人いるんだよ。6人もいるんだぜ、強いだろでも大吉なんかね、一発目から大吉出るのってね、嬉しいけど、嬉しいけど、だってこれから上がることなくない思いませんか。千穂も大吉、みんな大吉じゃん、ほら7人だぞ、今7人、痛い痛い痛い、お腹痛い、
7人だぞ。7人も大吉いるんだぞ。7人もいるんだからな。うん。高校生。でもな、さっき大吉だったとしても今年翻訳だからさ、厄年なんですよ。いいことあればいいな。なんか変な、どうしよう。もうなんか変なのに引っかからないように頑張ります。変なのってなんだろう。変なのってなんだろうか。変なのに引っかからないように頑張るぞ。かからないように頑張るぞ。役払いしたよ。その日にしたんですよ。したんですけど、今年はね、気をつけなきゃ、いろいろ誘惑に気をつけなきゃ。誘惑。パパは後役ですよ。菅原は翻訳人間。でもあんまり翻訳の意味分かってないから、このまま生活します。このままの菅原でいきたいと思います。翻訳人間の翻訳が、翻訳のくせに翻訳が分かってないので、頑張って、このまま人生歩んでいきます。こんにゃく。わーい。今年は悪いことばっかりあるらしいので、いいことがあるように黙って、自分の意見はあんまり言わず、みんなの意見に沿っていきたいと思います。自分の意見もちょっと加えるけど。頑張るぞ。でもあんまり何も気にしてないんだよね。あんまり気にしてなくて、プロフィール写真っていつ変わるの？5月ぐらいじゃない？知らないよね。去年いつ変わったっけな。気づいたら変わってたよね。去年はなんか気づいたらいい写真になってた。もう最初の瀬戸内の声の写真はマジでブスだった。もうなんかこんな写真やったから。今の方が漏れてるよね。翻訳、みんな翻訳とか気にするタイプかな。気にするタイプですか。髪型変えてに三輪さんに似てる。理想現実バンクに光の速度に変わっても、はっ、おはよう。地球の裏より遠い距離、アダプトリブにはなれない。かな、場所だと思って。今年初の釣りは昨日行きました。ゼロでした。ヒラメ釣りに行ったんですけどね、波が荒くて無理でした。翻訳ですから、タタ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 タ、痛い。I just love you, I は止まらない。総選挙あたりで写真変わるかも。総選挙今年あるんかね。あるんかな。あるか、うん、あるかな。だって
あるかな。次のアーシャは前髪ありの先。そうだね。あるのかな。わからん。あるかな。海外の可能性もあるとか、まあ確かにバンコクとかね、BN 決済いるし、合うと思います。新しいアイロン買った？買ったよ。アーシャの時だけ髪が前髪あったりして、いや今日撮る写真は全部前髪ありますよ。前髪の巻き方がわからないんですよ。こうやってこうやってこうピーってやってこうやってピーってやってこうこうなんかこの辺をピッてやったらこれができたんですけど、はい完成前髪で、この辺はもうさー、はいこの辺もさー、はいさっさっさー、はいちょっと内巻きに巻いて、はい完成。あでこの辺のなんかこれは適当にこっちからヒュッてこうやるとこうやってあヒューってやったら、はい完成菅原。はいこれが菅原です。熱くないよ。ついてないからね今、ほらわっついてないからね、ほらいつも適当でこうヒューってしても前髪こう挟んでヒュッて、もう前髪こうやってヒュッてやってもうこっちシュラシュラってやったらもう完成すがきん完成で、なんかもうこの辺もこうやってヒューってやって、はいこうやって、はい、うーんはい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 、この辺もピー、ああここできてないわ思ったらこうピーヒューはいはい完成で、ここ閉じてはい終わり。はいでちょっとこうまあショールーム始める前にちょっと鏡程度にこうやってみて、あよしよし、あこんな感じでこうちょっとあちょっと櫛が今ないから手でこうさささってやってこうふんふんってやって、ちょっと鼻息で鼻息でふんってやってでこうやってこうやったら完成、うん、完成。はいまあこれでもうボソ大完成。ちょっとこうこいつシュシュシュってやったらもうほらはい完成。はいどう完璧。あちょっとここ割れてるなと思ったらこう櫛で手櫛でこうシュッってやったら完成。以上すがるの髪の毛講座でした。うん終わり。いつもこんな感じでも前髪はなんか最近ちょっと適当にはできないから綺麗にこうスッスッってやってるけど、この辺はもういつも適当マジで、もうこんな感じ本当にこんな感じ、もうこうやってこうやっていつもこんな感じ、もう適当にかましとけば、あでもなんかこの辺がやばいね、こうやってめっちゃいい、この辺もあこの辺の毛が一番うねうねしてるってことはこうやかちゃー、以上で菅原の髪の毛は終わりですって感じ。いつもこんな、今日はでもメイクさんにしてもらうからあんまり髪の毛はいじれない、うわっ時間かけないあまり髪の毛は、でもメイクはよ最近時間がかかる、わあこの髪の毛うざいね。はいじゃあ壇上読みます。壇上読みます、壇上読むよ。13位コーヒーさん、11位てっちゃんぴさん、てっちゃんぴよね、てっちゃんぴさん、9位エンドさん、7位ワンコさん、5位太郎ちゃん、ありがとうございます。配信また髪直すでしょ、直さん今日はもうねそのままこのままでいく、このまま行くんだ、ありがとうございます。 P やな、 P P ね、 P 覚えとく。12位ジェフさん、10位イゴールさん、8位エンドさん、6位カズさん、4位スーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。3位ジョンドーさん、2位がフクチャンスさん、1位がバンジャラモンスターさんです。ありがとうございます。マスクつけて広島、いや今日車で広島行くんで何にもつけません。はい、でスペシャルギフトもありがとうございます。ってことで今日は皆さんお仕事とかいろいろ頑張ってください。まだ学生は、学生の方はまだやろね。お仕事頑張ってね。髪このぐらい切りたい、このぐらいにしたい髪の毛。はい、ってことで日曜日大阪で握手会、あ、まだ別に配信するかいっか、はい、いろいろあるけど頑張ろうね。ってことでじゃあ今日も一日頑張りましょう。今日もう配信できないからメールでお話しします。せーの、バイチャー、ありがとうございました。バイバーイ、バイバーイ、バイチャー。